こんにちは。薬剤師のゆうです。今回は、ムコスタ、レバミピドが痛み止めと一緒に処方されるわけについて解説していきたいと思います。よろしくお願いします。なお、ムコスタは医療用薬品に分類され、医師からの処方が必要な薬です。それでは早速、本題に入っていきます。ムコスタが痛み止めと一緒に処方される理由について見ていきます。 一緒に処方される理由は、痛み止めによって胃が荒れることを防ぐために最も適した胃薬だからです。おこさんの主な作用は2つあります。まず1つ目は、胃粘膜による胃の保護を増強する作用。もう1つは、活性酸素の抑制作用です。次に、胃を守るために必要な生態物質について見ていきます。 胃を守るために必要な生態物質は、プロスタグランジンです。胃の粘膜による保護を増強する作用や、胃の血流を良くして、傷の治りを早める作用を持ちます。風邪をひいたり、怪我をしたりなど、体に炎症が起きたときに、大量に体で作られる性質を持ちます。プロスタグランジンは、体で大量に作られると、痛みや、 熱の原因になります。それでは、ムコスタの作用について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まず一つ目の作用は、胃粘膜保護作用です。胃のプロスタグランジンの量を増やすことで、胃粘膜による保護を増強したり、胃の血流量を増やすことで胃を守ります。もう一つの作用が、 活性酸素抑制作用です。胃の中の活性酸素の働きを抑制して、活性酸素による胃へのダメージを防ぎます。では、痛み止めを飲むと胃が荒れやすくなる理由について見ていきます。ロキソニンやイブなどの痛み止めは、プロスタグランジンの体で作られる量を減らす作用を持ちます。プロスタグランジンは、 胃粘膜による保護を増強する作用がある一方で、体で作られる量が増えすぎると、痛みや熱の原因となります。痛みや熱を抑える目的で、痛み止めは使われますが、その際に、プロスタグランジンによる胃を守る作用も弱くなってしまいます。その結果、胃が荒れやすくなってしまいます。 ムコスタが痛み止めと一緒に処方される理由についてもう少し詳しく見ていきます。痛み止めによって体中で作られるプロスタグランジンの量が抑えられます。ムコスタは胃の中のプロスタグランジンの量だけを増加させます。そのため同時に服用することで熱や痛みを抑えられて胃は荒れにくい状態を作ることができます。 ちなみに、ムコスタの注意点として、今出ている胃の不快感や胃痛に対しては、ほとんど効果がないということが挙げられます。ムコスタの作用は、主には胃が悪くならないようにする予防効果に特化しているものであり、今出ている胃の不快感や胃痛に対しては、ほとんど効果はありません。それでは、今回の動画のまとめです。 ムコスタは痛み止めによっていが割れることを防ぐために最も適した胃薬である。ムコスタには胃粘膜保護作用と活性酸素抑制作用がある。プロスタグランジンは体で大量に作られると痛みや熱の原因になる。痛み止めは体で作られるプロスタグランジンの量を減らす。今出ている 犬不快感や胃痛に対してはほとんど効果がない。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。